9月1日、今日から9月、思い出しますね、学生時代。1年で一番憂鬱な9月1日、皆さん夏休みの宿題は出してましたか？僕はいつもバックル出ました。髪の毛セットしないだけですっげえ不細工になるから困るんだよ。いや、どっかで整髪料買わん、コンビニで買ってバチッとセットしないと。でも楽しくない？やっぱ タクシーで行くより。あ、ビール売ってんじゃん。ビール売ってるけど、うん、あれ、何これ、サンガリア。なんでまた普通のやつが売ってねえんだ。カフェオレだったよ。飲む？うわ、今日朝から調子悪い。朝専用飲む？俺も飲む。まあ後で差し入れてもらえるだろうけど、なんかさ、この前成増から朝霞まで歩いて帰ったの。なんか歩きたくなって、そしたら前の家までは1時間だったんだけど、今の家はあの和光市に結構近いところに住んでるから45分ぐらいで着いたんだよね。でもその時結局140円なのね、成増から朝霞って。で途中で110円のカフェオレ飲みながら行ったから30円しか浮いてない事実を見に愕然とした。でもやっぱなんか散歩楽しいな。あ、もう見えた。楽じゃん、これ。もうこれから歩けばよくね。はい、これここに貼ると痒くなるけど貼るか。ジャイザー玉などいや、いる。ファンなどいらぬ。お疲れ様でした。9月初めて抽選ファイヤー。あれ、50オスオラジャイロ。というわけで本日9月1日日本の全人類全人口が一番忌み嫌った日、9月1日がやってまいりました。鶴見区川沿いにお散歩に来ております。今日も豚しゃぶを食べます。豚しゃぶの抽選があったんですけど、入場順番が50番、また微妙な数字引きやがって。さて何を狙おうかなんですけど、主張を考えるとやはり豚しゃぶになるのかなとね、言ったでしょ。豚しゃぶは食う可能性があるって。だから全てのホールさんの店長は俺に意見を聞いた方がいい、どれを導入すべきか。あとやっぱ自分の金で豚しゃぶを食べてみないと分かんないところあるけどね。うん、あっしゅーあっしゅー、あー、ムカつく。では実践開始まで待ってます。もう一回言っていいですか？ではしゃぶしゃぶ開始まで待ってます。おはようございます。鬼武者もちょっとやりたいんだけど、ちょっとここでいっか。とりあえず取りやすい角
角を確保で、で他のも取ろうとしたんですけど、もう奥座らしちゃってます。まずキープしてから見てみたんですけど、それなりにいいんじゃないかな。そろそろねユニコーンも、あれこっちもいいけど、あれ俺、あ、びっくりした。でもまあこっちだろうな。ちなみに佐々木さんの余剰に関し何も言わないよねって余剰にいつも言ってますよ僕。普通に喜んでるよね余剰出た時、足んない喜びが。はい、では打っていきたいと思います。カスタマイズはレバブル、チャギ読みチャンス、オートボタンオンにしてます。ほとんどの解説は前回のユニコーン前編編後編でやってるんで、そこをそれを見ていただければなと思います。まあ今回も解説はしていきますけどね。はい、でこちら319分の1でラッシュ突入率 60% です。で昨日考えてたのが、これって転落小当たりと出玉ありの小当たりを引くってやつじゃないですか。転落小当たりが153分の1かな、で出玉ありの小当たりが47分の1ぐらいで、右では319分の大当たりも抽選してるから出玉ありの大当たりの合算が 41.1 分の1なんだけど、その小当たりの抽選方法ってどうなってるのかなと。要は僕が今考えてるのが、転落小当たりと出玉あり小当たりが別々で抽選、フラグが別だった場合は153分の1の転落小当たりを避けつつ41分の1を引くって台になるから、要はゲージに打ってる感じなんだよね。で僕ちょっと考えたのは、こいつ実はループタイプなんじゃないかなと。あ、まあ、ループタイプにはループタイプなんですけど、転落引くまで続くから。何が言いたいかというと、あの出玉ありの小当たりと転落小当たりの合算が確か僕の計算上36から37分の1なんですよ。小当たり引いた後に転落の小当たりにするか出玉ありの当たりにするかの振り分けを行ってて、内部でね、でその振り分けで転落小当たりになる可能性が153分の1、出玉ありにつながるのが47分の1っていう形で、実は小当たりは1種類しかなくて転落か出玉ありかを振り分けでやってる。そうなるとループタイプって考えることができて、継続率一緒だからそんなこと考えなくてもいいんちゃうって思うかも人いるかもしれないけど、僕はちょっと違って、ループタイプだとさ諦めつくのよね、ループタイプだという思う考えると。やはり小当たり引いて振り分けで負けたっつって、でもあの転落小当たりと出玉ありの小当たりが別フラグだとすると、先に153分の1引いたチックショーってなっちゃうんですよ。ループタイプだとね、とにかく振り分けだけ考えてないから楽なんだけど、153分の1の転落小当たりと出玉ありの小当たりが別フラグだと、153分の1をいかに回避しまくって出玉ありの当たりを引かなきゃいけないから、ちょっと気持ち的にしんどいの。そこどうなってんのかなって。あ、じゃあこちらいただきます。ありがとうございます。早速差し入れいただきました。ファンなどいらぬ、多分あの、あ、びっくりした。今日めちゃくちゃ空いてますね。そうですね、一応これは良さそうですね。ファンなどいらぬ。あ、ごめんなさい、すいません、どうも、頑張ります。ファンなどいらぬ。で先読みが出るとチャンスではあるんですけど、先読みの中でもやっぱ期待したのは入賞フラッシュ赤、ユリコーって言ってここが赤く光る入賞フラッシュ赤と、あとここのフラッシュですね、ここの白先読み、先読みチャンスにしてるとここのフラッシュだけでも 50% 超えるんですけど、これがここが白くフラッシュしてると当該変動でレバブルが出やすくなります。逆に言うとここが白で点滅しても当該変動でレバブルしなかったら信頼度が一気に下がります。なのでここが光るか入賞フラッシュの赤か、レバブルカスタマーねオフでもいいとは思います。先読みはオンにした方が絶対いいです、特に右打ち中は。で待ちは金と可能性の獣、この2つですね。覚醒をぼちぼち絡むけどガンダムニコン予告は思ったほど絡まないですし、赤い彗星の再来もなかなか絡まないんで、基本的にやっぱ可能性の獣でから決戦行って当たるっていうルートが一番多いですね、僕の実戦上ですが。でこのユニコーンガンダムの形態が疑似連中に変化すること、基本的に尻上がりで当たることはあまりないです。お、これが光ったな、先読みですね。こいつこの次かな、ブルレブルレ来た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 、先読みレバブルじゃん、しかもこれ、うわ白レバ 96% あるそうですね。してここフラッシュと一緒にレバブル、レバブル先読みは初めて出たわ。これ一発告知じゃないよね、なわけないよね、初めて光ったからびっくりしてる、ごめんね知らなくて、にわかでごめんなさい。ではここから当たる流れを見ていきましょうか。多分当たります。でここで、おいちょっと待って、お前ガンダムの携帯変われや、やべえ、あれ
逆におかしいな。馬上が白じゃない、あ金だ、上が白っておかしいのよ。あれノーマルリーチ対応だから、ね、リーチライン OK、 シャッターは金は見たことないです。だから金もあるけど、金シャッターは当たらなくても当たります。赤シャッターができればベターではあります。タイトルもテロップも白白で、これ多分外れてから通常画面に戻って、これがゴコッと落ちて発展する。でもこのまま出撃はしないんじゃないかな。ほらこれで姉ちゃんに行けばいいんだけど、姉ちゃんに行かないと思います。次レバブルしちゃってるから、いと行くんだ。うわやったじゃん、ラッシュし これね、普通はあれで外れた後に通常画面に戻って、これがグリグリっていって画面ぶっ壊してっていう発展パターンがあるのね。いわゆる前半で焦ってやった復活と思ったら変なルートで発展することなんだよ。なんだこれ、レバブル絡むんだ、ありがとうございます。やったー、やっぱ相性いいわ。レバブル絡むんだ、これ絡まないと思ってました。で今エフェクトが赤じゃない、こうなったら昇格濃厚です。ただし1、え7になったよ。じゃあ7で最初から当たり合っていただく贅沢だよね。ちなみに7じゃなくてもこうなることはあります。むしろ僕は何回か周囲見ててもこれあるんだけど、7で当たるのが半分ぐらいで、もう半分は偶数あたりで画面が切れてこっちっていうのがあるんで、偶数あたりからの3000も確認してます、何度も。ここはだから先に転落あたりを引きたいよね。はい、でちょっと7あたりして、次は絶対に玉割りを得られるので、僕の仮説を説明させてください。ここでもう一度というお話でした。では行きます。でこのモードの時には小当たりを255回引くまで継続するんで、できれば先に転落小当たり引きたいんだけど、これどうなんだろう。ああ当たった、ちょっとヤバくない、やべ、やめて、さっきの時に引きをガセて、よし、一応僕の実戦上これで11回、さあ当たった、11回あいつの煽り来てガセたのが12回来て4回目ですね、ガセたのだから3、4回に1回ぐらいはガセてくれます。でまあレバブル出てるんでほぼ刺さるんですけど、赤系出てて3点なんで、これでももう刺さります。じゃん、やべ、やっぱ俺ユニコーンクソ強えよ。ついに覚醒、あまり俺オーバー入手をさしたくないから、チンタラチンタラ、よっしゃユニコーン、よいしょ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 、ブタシャブ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 、カンナで言わない、ここ気合入れて、ここでねボケット打ってたら終わるんですよ。なんかね僕ずらしたくなんだよね、ランスを。やべやべ、物はいけやった、ガセねえんだよな、これ打ちたよ今日、すげえな俺。あれもだいたい10回来たら7回ぐらいさでテンパっちゃいます。ただ玉あり引いてても3、4回に1回はあそこから継続になるんで、そのまま打ってみるか、よっしゃ、どっちなんだろうな、これ本当。クワックスウェイワイプは点滅点滅、ブレバブル点滅点滅、オリュー保留保留保留がある、点滅オリュー点滅オリュー点滅オリュー保留チェンジ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 、頼む震えてくれ、あやべ、これ保留待ってない時のロングエンドでしょ、来たよこいつ、今度こそ連発ちま来るよね。ああちなみにここでか守り切ったら外れリーチかな、守り切ったことないんですけど、これでもまだ3、4割ぐらいは玉ありになります。で僕の実戦上ここで勝つのが半分、復活が半分、来いよおら、やったね、早いんだけど、これやっぱ振り分けなのかな、止まらなければ、それでもあとはこの4回転でございます。震えれば勝ち、もしキャラクター紹介が出たら転落小当たり引いてたことになります。1回だけある、ぶっ殺そうと投げ、まさか転落小当たり引いた、え、あじゃあ当たり行こう、あちげ、ふざけんな、ロングエンドしやがって、
ふざけんなよ、当たったと思ったのに。ロング変動だから、あれバブルしない、はい悪い。あれなんか変な人がいる。あ、大丈夫ですか。お護衛中なんで。あ、護衛中。お、ゼニが、はい、あ、ちょっとください、ください。さあ行くぞ、くらえ。お金ください。あの、僕とセックスだけが友達のモモマンマンさんで、ちょっとあれって怖いってフィールで置いてください。あー、セックスして。そう、今日からお店とは全く関係ないパチンコの星からやってきたモモパンマンさんです。モモパンマン2で、今度はこの格好でモモパンマンさんがいるということは、なんか頑張っちゃったみたいな、なんか頑張っちゃったみたいな。みんなもね、モモパンマンに会ったら今夜行けるって思ってください。よしくで、ちょっとレバブルカスタム外してみましょうか。多分ね、レバブルカスタムしちゃうと変動開始時で多分当たったって分かっちゃうんで、レバブルカスタムを外して実践していきます。これも普通のユニコーンだったら緑や紫なんですけど、ガンダムの形態が違うバージョンだったら赤保留以上っぽいですね。緑かな。あれ、フジコモードに行った。あ、すいません、ミネバザビモードですね。いい音はしてるものの、今のとこいろいろ足りないです。で、この演出は発見さえしちゃえば十分。まあ他の予告次第でもありますけど、例えば接近が紫で発見しても当たります。発見するかどうかが大事です。これは発見しませんけど、内容が弱いんで。あ、いました、すいません。金が絡んでたらいけるって思うんですけど、今んとこ金が絡んでないからちょっと微妙ですね。アタックか。紫で発展したからダメってわけじゃないですね。ダメなのは緑保留ってことと、あれ緑保留で覚醒リーチいったら9割って聞いたけど、やっぱダメだよね。まあ3ラインじゃ当たるわけがないと思いますね。外れるべきリーチはほとんどしっかり外れて、当たるべきリーチはほとんど当たるのがこの台の特徴ですね。てか、まあ三強さんの台って基本的に最近そうなんですよね。あ、久々に500回転先読みなかったです。で、レバブルは解除してありますんで、あ、これは入る。多分対象保留がここなんで、赤い彗星の再来はこの次で入ると思います。レバブルは切ってやるから。マジかよ、来ねえのかよ。何のため、そうだよね、来るよね、来るよね。で、これは先読みでチャンスにしてやって、保留またいでるんで、これは入るはず。529回転落ちてから500回転経ってやっと来た。先読みそのものが初めて来た。さあ、あとは金が絡む、1個絡むかどうか。携帯が変わってねえな。なんだよお前、なんで赤いんだよ。やべえ、弱え。疑似さんはします、すると思うんですけど、つかするよな。おい、リーチラインも弱えぞ。そうだよな。おい、変わる携帯。デストロイだっけな。おい、やれねえよそれじゃ。やべえ、うわ、上も赤い。いやー、やべえか。まあリーチライン赤はよし。これフルフロンタル行くか、行くんだっけか。可能性の獣に行かないと。ステイ、出撃。イルミが白い。やらかしたな、これダメだ。当たんない、これはダメですね。フロンタルが出てくる、赤い彗星の再来だから。フロンタルってほんと 50% あんの？全然当たらんよこれ。レバブルは切ってあるんで、レバブルがないのはそんなに問題じゃないんですけど、疑似連中の携帯は変わってねえわ、金はねえわ、可能性の獣ないわ、それでも予告はない、これは当たらん。はぁ？なんで当たんのこれで。これで行くんだ。だってテロップもタイトルもねえわ、それでもチャンスアップもねえわ。まあ可能性の獣が絡まなかったのは分からなくもないの。4大キーポイントの1つの赤い彗星の再来が出てるから、可能性の獣が絡むと 70% になっちゃうから、絡まないのは分かるのよ。
で今イルミが白だったんで基本的に成り上がれません。吸っていくときはあるけどね、1回だけあるけど、この後図柄が確定した後にビシュンってなれば3000発。そっか、赤い水素、いやでもな、当たると思った人いた今の。ぶっちゃけ俺フロンタルが一番当たってなくて、今のはちょっと説明がつかないな。なぜ謎当たりって俺の中で通常なのよ、通常な気しかしてない。でこれイルミ紫で止まったらチャンスって思ってたけど、これ紫までしか多分行かないですね。赤まで多分通常だよな、なんかそんな気がしてた。やったこれ新規入賞だから先読みは絡まんないんだよな。上が白か、あ赤ショットだ、ありそうな気がすんだけどな。ステイステイステイ、発進すんな、発進しねえと思うけど。でこれで疑似るか、途中でこれで外れて出撃しちゃった。外れてから見ねばか、外れてからガシャンガシャンって図が画面ぶっ壊すかと思ったんだけど、どうなんだこれ。赤シャッターはいいんだけど、やれないでしょ坊やか。あれちょっと待って、ちょっと待って、覚醒いったよ。わかんねえ、マジわかんねえ。これやらかした可能性の方が高いけど、まだ新規入賞保留だから先読みを出せないの で変動開始が割と強くて赤シャッターもあったからゼロではないと思ってます。ただわかりません、やらかしてる可能性の方がちょっと高いとは思ってます。あれね、緑保留のままだったら 90% あったんだよ。変化しなきゃよかったけど、でも赤、それでもの文字が途中で赤くならねえと今回はきつい。おいおい、いやーやべえ、他が足りてりゃこれでもいけるんですけど、ちょっと他が全然弱いからちょっとやらかしてる可能性があるよね。復活しねえかな、復活しねえかな、7になるけど、やった。まあ覚醒を外すのはああいうルートなんでしょうね。トータル信頼度単体だと 60% ぐらいかな覚醒ね。え 60% のやつがどう外れるかってのは見といた方がいいんですよ。例えばあれこれ金とか出ないと 60% のリーチに行かずに、あれ金の予告が出て 60% のリーチ予告が出たから 60% のリーチに行きますって台もあるんですけど、この台の場合はそうじゃないケースもあるので、要はしっかりと熱いんだやつ流れから今の覚醒いってりゃ当たってる覚醒の可能性が高いのに信頼度が跳ね上がると、逆に今みたいなやつだとえなんでいったんって パターンだと外れの 40% 引いてる可能性が上がるんで、あダメだなみたいな。だから覚醒もさ 60% って言われてるけど、あほぼもらえたな 90% 超えるみたいな覚醒もあれば、うわーこれやべえな 20-30% かなっていうのもあって、トータルで60。ユニコーンはやっぱ相変わらず強いんで、お客さんすっげえいるんですけど、ここのね漆黒が、あなんで開いたってレベルで、うん隣より全然いいですね。いや確かにこれゲーム回ると思うわ、パッと見すげえいい形してるね。もしあれで回らないんだとしたら、たまたま台の出来が悪いやつ座ったか、台の出来の良し悪しってあるから、あとは道か寝かせっか。ガーラも強えな、こじ切れる台あるかな。で鬼武者が満席なんだよね。あとやっぱカイジがいつもいるんだよな。あ空いてるかと思ったら座ってる。カイジ面白いんだよ。で奥の沖縄も5割ぐらい、今結構頑張ってるのが多いんですけど、ここ確かにこことここは足が止まるね。ここだって打たなくはないけど、ここもだ、なんで、いやここよりは奥だね。おっ、小4に先読み、他はなしか。ちょっと弱いけど小4に先読み入ったな。でも弱いな、なんか強いの来い、弱い。あーこれもデストロイだっけ、こっちのユニコーンガンダムじゃなくて形態が変化してる場合での保留変化だったら強いんですよ。これだと緑か紫、形態変化してたら赤保留以上だと思います。うおそっかそっか、今レバブルカスタマー解除してるんで、レバブルこれで70数倍だっけ、で
あのシンフォギアもそうなんだけど、例えばフランメとかに入るときとか、ザンニー1ゴーのあたりブルッてくることがあるから、それですね。ちょっと信じたい、俺の当たりを変化して、変化して、お前やる気あんのかよ。上白、赤よりはマシ、赤掘り、いけ、金来い、マジかよ、うわー、あでも赤シャッターはいいね。で上が白ってのはまだちょっといいかもしれない、上が赤よりは白の方がいいと思います。ステイ、チャンスかな、できれば外れてほしい。でも出撃しちゃうと思うけど、出撃しなかったらいろいろ面白い。これで多分ミネバに行くことはなさそうだけど、赤掘りになって、ミネバ行ったら当たり、ドーン、おお、じゃあ当たりだろこれ、やったやった、一条。これは基本救済系のリーチで、おそらくですが救済系のリーチに発展した場合、赤保留とかレバブルは絡まないと思うんですよ、外れる場合。だからこれは当たります、ありがとうございます、赤ボタンいただきです。で今あのリーチから発展しなければ面白いって言ったのが、このミルマに行けば当たりなんですよ。いわゆる三強さんがあのダイヤマト2の頃からやってる強演出弱リーチ、ダイヤマト2だとティム軍出たのに銀河 A だかな、ターン A で銀河 A かっていうリーチに行って、あこれ白だから1か、これで赤エルミだったらその数字よりさらに1段階上に昇格するんですね。だからさっき1から7になったんだ、赤エルミは昇格濃厚です。よしちょっとセッションやったら行ったよかった。でカスタマイズでレバブルアップも先読みチャンスもオフにしてみます、全部オフにしました。ちょっとこれでやってみてみましょうか。これでやった場合、今気になってるのが、あ先読み来ましたね。この場合転落を否定するのかを見たいんですよね。今例えば先読みが出やすいイコール、先読みが出た瞬間、この瞬間出た瞬間についてた保留はセーフなのか、例えばこれやばいんですけどロング変動して多分大丈夫なんじゃないかな、先読みが出た時点で。でこれも先読みなんですけど、多分さこれもおそらく先読みチャンス、先読みチャンスをカスタマイズしてたらこの瞬間に残ってるついてる保留で当たると思います、おそらく。なぜならこれは先読みですし、テンパらないと思います、テンパってください、多分テンパらないけど、おいテンパってください、多分テンパらないけど、ブライト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 やった先読みチャンスにしてた場合、俺ずっと先読みチャンスでやってたんですよ今まで。であのリーチになれば超激アツって出たことがないのね。先読みをチャンスにしてると、シンプルにしてると、それが出た瞬間に激アツになるんですよ。だからおそらく先読みカスタマイズオンにしてて、今の背景行ったら点灯してる保留に当たりがあります、おそらくですけど。これね先読みなしでも悪くはないかもしれない、でもやっぱ先読みありのかもしれない。一回ちょっとハイパーの時の動きも見てみようか。ちなみにこの覚醒ハイパーの時は7をホールドする先読みがあるけど、もちろん先読みカスタマイズオンにしてたらホールドした瞬間に刺さると思います。僕は外れたことがないです。ホールドしたね今、今ホールドガセだけど先読みチャンスなら当たりで、今ユニコーンのあれ青が出たけど、今切り裂くやつ、あこれは激アツ激アツは、赤ちゃん攻めてか外れんの、おいこれはやっぱ先読みありの方が面白いんじゃない、来い、あ結構出るんだ、はい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 。なんかね、あやべ50回転超えた、あなんすかなんすかなんすか、ハゲ来い来い、一回当たったら俺先読みとレバブル入れてくる、当たれ、ふざけんこれね、先読み、あ紫、おいふざけん、おい、いやこれ大丈夫なはず、多分大丈夫、今先読み出た時この保留ついてた、また早いんだけどこれ振り分けじゃねえの、小当たりぶっ壊せ、いけ、よっしゃで今カスタマイズをして、カスタマイズ中でも完全に保留バンガー障害してるんで、こっから先は先読み出たら当たり、こっちの方が面白い、いつ転落するか分かんない状況で先読みがガセるとすげえムカつくのよ。こっちはレバーが震えるか先読み発生した点で刺さるから楽、ちょっと出ますか、やべ危ねえ、やべ
やめてやめてやめて、うーわガセてガセてガセる、ガセねえのかよお前、また来やがった。これでさ守りきった人いる？これ多分守りきったら外れリーチなのかな、3日も見たことないからわかんねえ。たまり引いてても2、3回、3、4回に1回こっちだけど、さすがに遅い遅いと基本ダメなんだよ。あれ、あ違う、これバイブじゃ、俺のバイブじゃない、別のところのバイブがなんか来た。なんか今震えたんだけど、多分後ろの台のバイブか。やったね。ほら違う、なんか微妙な結果やな。佐々木のね好きになる台は全部クソ台ってストーカーくんが言ってました。佐々木が打ってくれっていう台、見たいっていう台は全部クソ台ってストーカーくんが言ってました。僕はそんなことは言いませんけど、でも一般的にヒットするかどうかだったら技研では一番俺が見る目あると思う。なんでかっていうと、 T 君も佐々木も去年一昨年までスロットメインなわけじゃん。俺も20年以上パチンコばっこってきてるから、大体の感覚で分かるんだよね。金かけて打ても確実に分かる、いけるってのは。左青っておかしいなと思った。おい頼む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 、あー三周ライブ来た、周ライブ来た、周ライブ来た、頼む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 、いや2回目でなんで左に青がいるのと思ったら赤いってくれた、頼むレバブルも来た、戻ってきた俺のユキチ、ギジさんはします、青だし、青でスーパーは基本行かないようになってると思うんで、です。七図柄が最初から金だ、もうこれは当たり、これは当たりです。七図柄がデストロイになってなきゃデストロイになんねえのかな。あ、これでフリーズからの可能性の獣ですね。やった、これでもう足りた、確実。もう俺これ外れたら二度とユニコーン打たないレベルで、できればここの時の金文字が、あ、ここの文字が金だったら強いんですけど、金だったら8割ぐらいあんのかな。でもまずは可能性の獣に行くんで、レバブルがなくてもこれはもう刺さらないと困ります。赤い彗星の再来が入ってなくてもここの金とこのフリーズで十分熱い、足りてます。で可能性の獣なんですが、数字上は紫と赤の差はそんなにないです。金になった場合信頼度 86% ぐらいあって、出てくるカットインが金の場合覚醒に行きます。もしここのカットインが金なのに覚醒に行かずに決戦に行ったら大いに期待して OK です。で基本的にただ当たるとき一番選ばれやすいのは赤です。信頼度的には紫と赤の差がそんなにないようになってるんですけど、やっぱり赤があそこは欲しいです。でこっちかな、でもね激アツだったら、うおー来たー、これもう完璧、もう完璧で、赤い彗星の再来だからフロンタルが来ます。だから赤い彗星の再来ゾーンだから赤い彗星が必ず出てくると、だからフロンタルか覚醒ですね。であとはそれでもが紫紫赤、嘘だろおい、煽らないこともあるんですけど、同行版が煽って紫紫赤ってきたらそれでものチャンスアップが出ます。紫紫紫でそれでものチャンスアップが出たことはないです。いやこれ外れない、ここまで揃って、あいい顔してんの、当然の結果だ、ありがとうございます。やっぱ赤出ないよな、赤エルミ赤に昇格しにくいです。でこの後止まった後にバナージのイルミがビシッて出たら昇格することがあります。逆転昇格ですね。まずはここで願うのは3000、ぶった切れぶった切れぶった切れ、ぶった切ってくんなかった、入ってます、絶対ラッシュ、飲まれる前に引けた、入らないわけがないじゃないですか。これでラッシュ入って逆転でお疲れ様です、これがパチンコってやつ分かるですから、いいですか、常になんか 60% でしか入らないと思ってるようじゃまだまだパチンコっていうかギャンブル分かってません。麻雀もそうです、三面ちゃんがカンちゃんに勝つ、
それはもう感覚です。で絶対に入ります。これは自信がある。絶対に入るから。はい、ありがとうございます。はい、ドーンドーン。いや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 、復活だろこれ。カットでお願いします。はい、ではお散歩いきましょう。夕方の6時、さすがに結構お客さん引いちゃいましたね。それでも6割稼働ぐらい、周りの強いお店が多い中頑張ってるんじゃないかなと。で漆黒が一気にお客さんが増えました。ちょっとねユニコーン空きが増えてって、弦でも打てるのあると思うんだけどな。相変わらずガロは強い。で攻略打ちができる鬼武者。今日はちょっとユニコーン行ったけど、これでどれぐらい回るかも試したかったですね。あ、タローだ、タロー。あ、ここだ。でここだけ今日初当たり3回引いてますね。だから回るから粘ったんですね。でライトコーナーは、あ、やっぱ前回ももきゅん良かったわ。前回の方が良かったです、ももきゅんは。だからやっぱ前回来た時のももきゅんは回ってたんだな。あれ、ヤマトが開いた。でよりも考慮するとこいつだ。16回やってられてる。あー、ヤマト開けてきたわ。あー、座ってるね。623番、いいやつ座られてますね。あー、僕と無限盗乱 19.5 から 20.5 をうろうろしてると。さあ、あとスロット2箱カチカチ。どうなんだろう、オール塊があるとしたらここっぽいね。ここプラス、そこも2000枚はプラスで、すんごい2000枚近くいって一気に飲まれてるんだけど、ど真ん中728で、多分オールじゃない。で日暮らしと、あれ、ああ、こっち、なんだよ、あ、そっか、バケーブサか。17-11、合成98、2箱カチカチ。で、窓か角、今日なんか角強いね。バジも角が強いです。北斗も角、吉宗も角。今日はなんか分かりやすいね。あとはノーゲームノーライフも、こちらも角ですね。で、ちょっと待ってください、ここまで来ないでください。お疲れ様です。はい、本日の結果が、投資7000パス、28000分、回収ゼロ、マイナス7000パスでフィニッシュです。やった、今回は物足りなかったです。次回よろしくお願いします。いろいろね、ちょっとこ先月とか先々月頑張りすぎて辛いかもしれないけど、踏ん張りどころっす。今まで頑張ってきたのに、ここで頑張らなかったら垂れ流してきた赤字が無駄になる。むしろね、これ絶対次回頑張るなと思っております。さすがに2回連続はないよね。でユニコーンなんですけども、なんだな、あの初っ端の当たり、たまに謎当たりはあるけどね。通常時結局全部試してみたんですよ。あの先読みチャンスのみ、先読みチャンスのデバブルセット、何もなし、3つ試したんですけど、どれも面白いですね。どれも面白いけど、やっぱりプライベートで打つならレバブル先読みのフルカスタムいっちゃうかな。右打ち中はハイパーになるまでは先読みもレバブルもなしも面白い、面白いんですよ。ハイパーになった後はぶっちゃけ先読みもレバブルのなしだとイライラが赤ちゃん攻め、赤ちゃん攻め、え、チャンス攻めしちゃ、ええっていうので、おい早くしろ、あいつ来ちまうよっていう恐怖があったんですよね。であとレバブルカスタム入れてないと当たった時にブーって言ってくれないから、特にハイパーの時ね。で先読みでレバブルってそうそう来ないんですよ、あのカスタムしてても。だからレバブルカスタムはハイパーの時に絶対に入れた方がいいです。当たるために触れて超気持ちいいから。うん、というわけで通常時はお好み、どれでも面白いです。僕のおすすめはでもフルカスタムで、ラッシュ1戦目2戦目は先読みもレバブルもなしでも楽しいし、両方入れても楽しい。ハイパーは絶対に先読みチャンスとレバブルは入れた方がいいです。以上というわけで、今回鶴見区川沿いのお散歩お届けいたしました。本当にモモパンマンさん、僕が大パンマンに化ける前に頑張っていただきたいと期待を込めて終わりにさせていただきます。また次回お会いしましょう。さよなら。